世界で一番の姫様そういう扱い心得てよね。と違う髪型に気がつくこと、その2ちゃんと靴まで見ること、いいね。その3私の一言にはいつの言葉で返事すること、わかったら生きてた留守なのなんとかして、別にわがままなんて言ってないんだから、君に心から思ってほしいの。可愛いって世界で一番の姫様、気がついてくれて泣かせるなんてロッカーよ、私を誰だと思ってるの、もうなんだか甘いものが食べたい、今すぐによ。チコの乗ったショートケーキ、可愛い卵のとけるプリン、みんなみんな我慢します、わがままな子だと思わないで、私だってやればできもがとね、後悔するわよ。ごめんですがって私は世界で一番